せーのがさん、はい、おはようございます。今回、田野町にございます西の家庭の方にカマーラン来ております。ちょっとね、時間がないです、今からですね、ジャガマーランはこちらの方で増援を行うということで、これから3月までの約6ヶ月間ですね、こちらの田野町の西の家庭というところをですね、まあ、月1回造園のために車、なんとですね、今回始まりということで、あのタレントのですね、ゆうじさん、ドミニカしてるぜ、来てくださっているということなので、ゆずさんもカメラに映ってくださったらいいなと思いつつ、造園を手伝っていきたいと思います。ちなみにこの造園の方がですね、月1回必ず行われるんですけども、飛び入り参加 OK でボランティアにね来てくださったら、チャカマランもね毎月1回必ず来るかもしれないので、まあ、ぜひねボランティアとしてね参加してくださったらいいなと思います。オープニング終わり、よし、3つの石があるんですけど、それをずっとその石を運び続けてるの。ちょっと横で、これはこう、こういうこと、これを、ここに空いた隙に、はい、切れるんですか、結構防止も怒られるでしょ。いや、あのこれ以外では来てないです。あ、来てないですか。はい、高知なんですか。そうです、僕もともと高知です。今も高知。今も高知。ああ、そうですか。高知いいですか。高知いいです、やっぱり。高知やっぱりいい。食べ物が美味しい。何が一番美味しいですか。難しいね、一つって言われたら。そうですね、結構。え、お刺身、カツオ。カツオ、まあまあ定番っちゃ定番なんです。それ以外にも結構。何があるかな、いろいろあるでね。ウツボとかも食べるのって、でも高知だけど。あんまり食べたことありますけど。そうですか。それこそ、あの今帽子かぶってる。はい、はい。あの、宮町で。あ、聞かれたんですね。ひとし共同作業。何もしてないけどね。ほとんど頼りっぱなしやんか。ここ掘ったのはあなただ。まあまあ最初は僕が掘りました。横取りした手柄をね、頂戴されました。手柄を受け入れしましたか。よし、ここ、手柄を取り戻せ。やる、ほとんど終わってるけど、初めての、お前芸能人に口出した。いいじゃん、いい感じです。全部俺のせいから。ほら、おい、ひどしは男見せたぞ。いや、俺はね、穴のある頑張りと、地味な頑張り。あ、なに、ちょっと好感度上げに行くよ、ちょっと。いやいや、真面目な感じ、真面目やか、こっちは。今日真面目な頃作業やから。ひどしみたいなキャラはちょっと。メディアが入ってくるような場所じゃないんで、ね。あー、ですね。どっちかって言ったら、こっちの、あの、茶釜の編集担当2人より、この男前担当2人の方が、やっぱ、どれだかはあるよね。違うよ。あと、皆さん、虫のテスプレーありますから、必要な方に来てください。必要です。え？俺 AB 型焼き、座らない日大丈夫。いや、俺とお前、特に座る。この後、手首から関係ないらしい。関係ないですか。あれ、あれ、金やった。あ、そうなんですか。足の金の多いわ。あー。足の金の多いわ。あー。中学生が発見。そうそう、すごいじゃん。はい。別に匂いとかじゃない。あ、そうなんですね。発見確かに。あ、今もう、本職だから。あ、はい。あ、すいません。ごめんなさい。もしかしたら硬いの沈まんよ。そう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 。ちょっと手柄を。いや、ゆうじさんの。あ、もう大丈夫です。もう大丈夫です。こっから引きずるから。また手柄を取ろうとする。正直だよ、一回一瞬離れる。一瞬ですよ。一瞬です。いや、大変だった。あー、ゆうじさんがやった。ここまで大変だった。もうダメだよ。ここからずっと取ってよ。ここからずっと取ってよ。ゆうじさんのことずっと取ってよ。すごい、本当だ。あ、そうだね。それ元々あった。取った方がいいですかね。元々あったやつだった。あー、出てきちゃった。死んじゃったやつ。そう。え、うわ。
ともとあったやつだ。多分当時は土がもうちょっとこんなかぶさってなくて、これが普通に表に出てたんですよね。でしょうね、でしょうね。長年の雨、風、いろんなものがこう土となって重なっていっちゃって出てきました。コメントうまいな。いやこれはすごい。これはガチで。これはガチでコメントがうまい。ビフォーアフターとかに撮ったやつはこれだったんだ。それぐらい。なんで乗ってんの？そっち側の人間がお前。これがここ？これじゃ全然もっと深いよこれ。あ、本当ですかね。これダメなんじゃない？ジョイさんこれじゃダメ。ジョイじゃねえよ。じゃあもうこの感じにしますね、シェリーさん。シェリーじゃねえ。ちょっと嬉しかったよでも。シェリー。性別も違う、間違いない。性別も違う。これよ。どっかで俺に向けて両端切って、こっちが沈んでいき、もうちょっとなだらかに感じられる。はーい。いるさつまいも。え、さっきのボケもう一回やって。違うんじゃなくて。違うんじゃなくて、さっきやりだしたらこっちがいいよ。さつまいもがあるってめっちゃすごいトーンで言ったけん。そう。抜けてんの？しっかり言うな。すいません、用事があるんで先に。あ、どうも、ありがとうございます。また、応援してます、ウェイズさん。ウェイズだよ。さっきのシェリーよりは全然丁寧だった。うちのリーダーが営業してます。皆さんチャンネル登録してください。ここは絶対に映しちゃいかんと思う。っていうものもあったんで、まだ作業いっぱい残ってますんで、ぜひまた皆さんのお力をお借りして素敵な西の丘店を完成させましょう。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の連絡またさせていただきますんで、またご参加のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。俺と一人で最後の作業をやる。うん、最後踏むか。やってんのもう。仕事を増やすな俺の。さっきのこと対応違うよ。重て。